おはよう。おはよう。おまーす。はようございます。向きが違うけどいい？そんな感じ。めっちゃ私宣伝してるけど。まあ、ミッドサマータングルジャパン2021。こんにちこんには。ちは。おー、まあ、お。今度ね、リリース8月8日なんですね。はい。はい。皆で、さん。まあ、その、ね、一緒にやってるともちゃんと今日はライブさせていただきたいと思いますけども、早速よろしくお願いいきしますか？お願いします。まはす。い。で、今日使うお道具なんですけど、ゼンダラ、ゼンダラ、ゼンダラ。ゼンダラ、何でもいいゼンダラ。もしくは丸い紙とか。で、染めたんですよね、一応。染めた。染めたの。ピンクかわいい。ピンク、なんかブね、ルー、ブルーもなんかいろんな色合い紫。で染めて。もしくは染めてないの。とか染めね。てなくてもできます。うん。あ、じゃあピン私ク。がじゃあ青系だから、ブルゆうこさんブルーじゃないね、ピンクにする。ー？ ピンクにする？ そうしようじゃあか。ピンクと、じゃあこれでいきますかね。はーい。行ってみます。で、はーい。今日一応、まあ私ブラックペンを使う予定なんですけど、別に何色でもいいですよね。私ブルーとかでもいいし、茶色。まあ他にいろんな色をお持ちの方もいると思うんで、何洋色子でさん、染も。めてもできます。大あ、丈夫染めです。てないです。OK。でも書きます。じゃあ染めないバージョンもいっちゃう。まあちょっと両方書けないかもしれないんだけど。まずじゃあ、今日使うタングルなんですけど、説明しますね。ですね、今日使うタングルはハープっていうハタングルを、ープ、この音。ハープ、ね、これ縦ごとのやつみたいなやつですね。ですか？弾いあ、ており素ま敵な音ありがとうございます。ハープっていうタングルがあって、ジャン・ブランツさんかなが、まあ、ディコンストラクトされたタングルみたいなんですけど、ちょっと書き方を簡単に書くと、まあ、ティップルみたいに書いて、元はケイデントの、まあ、似た、ケイデントを元にした、まあ、同じ DNA を持つタングルだよって書いてあったんですけど、これに、丸を、こう、5箇所。まあ、今日は5箇所私書こうと思うんですけど、何箇所でもいいみたい、別に。5箇所書いて。ここから、ちょっと書けるかな。こういう感じで。ちょっと長くなっちゃって申し訳ないですけど、紙もでかくて書きにくい。こういう感じ。こういう感じで、ちょっと後で書きながらゆっくり行くんですけど、こういう感じでですね、まあ、線を入れて、は、そのカーブ、丸のカーブは、これね。どれぐらいのカーブかな？元の、チュートステップアウトは割とまっすぐっぽいんだけど、まあ、そう、私はね、なんかね、ねじくるのが好きなので こっから、まあ、なんだ、飛び立って、ここに結構ぐるっていう感じで行っちゃうんですけど、まあ、ここね、ビシュって、まっすぐでも別にいいと思いますけど。で、これに、この真ん中あたりにこう、ここね、ああ、書いそう。て。なるほど。こう書きまして、点を外側につけてた。この真んあ、な中に。るほど。こっまあ、ちにどっつけちでもいいよね。こっちでもできるよ。どっちできでもた。いいけど。一応、私はなんだけど、こう書いてて。で、ここに、まあ、ケイデントなんで、ラベル的なものがここにこう、私は入るんですね。そして、ここから、またここに来て。なるほど。で、ここはなんかこうなんですかね。先にこっちをつないでた。ああ、まあ、どちらでもいいんじゃないですか。できそうだよね。そう、それで、ここが、まあ、こういう線を入れることによって、こう、
楽器のね、ハープのような。まるでハープですよね、これね。そうですね。そうそう。ハープ。これをベースに書こうと思ってて、今日はちょっと抽象的な感じになって具体性がないというか、なんですけど、よろしくお願いしますってことで。それと、あと、使うのが、蒸気？蒸気も一応入れとく？うん、蒸気。蒸気。蒸気。蒸気ってなんか、こんな感じの、こんな感じのやつです。で、蒸気は、キム、アーツさん、キムアーツさんっていう方がコンストラクトしたタンブルみたいですね。で、これと、あと使うのはディーバダンスと、ディーバダンス、まあ皆さんもご存知の、ディーバダンス。うん。うん、だいぶディーバダンスはね、もう、こういう、ちょっと塗りつぶして、これにオーラをしていくような、こういうやつですね。ディーバダンス。それと、ティップル。ティップル。ティップルは丸々の、こういうのです。今日使うのは、この4種類だけです。はい。はい。じゃあ、説明以上。はい。じゃあですね、もしかして、ちょっと染めてない方が、うん、今いるということだったんで、染めてない方は、私はちょっと今日、両方書ければ書くけど、染めてない方は、ちょっとこれ単タイルなんですけど、この、こっから、まあ、1センチよりちょっと大きいかなくらいのところを、こう、くるっと、見えてますこれ。うん、見えてる。意外な。ぐるっとね。こっちにコメントすればいいのか。about、about。ちょっとこういう感じで、一応目安的に、まあ書いといていただくといいかもですね。はい。で、まあそれと同じぐらいな感じで、私たちは染めています。うん。じゃあ早速書きますかね。ペン。一応私はブラックペン。ブラック、ブラック。私もブラック、オーワン。ブラック。まあ、フィグマのファインとかでもね、うん、いいかなと思うんですけど。うん、じゃあ先ほどの、なんだっけ、ハープ、ハープを、ハープが今日ベースなんですけど、はい、うん。ハープ。はい、うん。まずこの真ん中に丸を、真ん中ら辺に丸を書いて、丸どれぐらい？丸大きさどれぐらいでもいいんじゃないかな、うん、ちっちゃめでもいいし、ただ私はそうですね。1センチ弱ぐらいで描こうかな。1センチ。結構ちっちゃい。結構ちっちゃいけど。ちょっと私大きめ。あ、でもいい。見にくい。いいぐらいか、うん。まあまあ、大きさはどうでも。うん。うん、どんな大きさでも。で、これに一応私はちょっとオーラをしようと思います。あ、ふにゅふにゅになってちょっと皆さんね、手の使い方ってなんかこう、使いやすい方向とかあると思うので、ふにゅふにゅになっちゃう。ちょっと訂正、訂正。はい。今、染めたのに書いてます。うん、今、このハープの説明を、ね、だと、うん。書こうと思ってますね。もしよかったら。そしてさっきのまず外側の、外側で書いていいかな？うん、はい。うん。外側の丸を、この、まあ、染めたところを目安にするとすると、うん、私の場合はなんだけど、まあ、ちょっと下がった。ちょっと下がった。まあ、6、7ミリ下がったとこあたりに、うん、これも大きさは、割と大きめだね。これと同じぐらいになっちゃったんだけど、うん、じゃあ、かといってちょっとちっちゃめにしてみようかなとか。うん。5箇所なんて、まあ、目星、適当に、ちょっとなんかこう、測ってないんですけど、5等分とか。適当です。適当にやってみます。まあ、5箇所つけば。3箇所でもいいと思うんだけどね。うん、一応5箇所。
お星様みたいになるね。そう、星のようなね、うん、なんかちょっと躍動感のある感じに今日はなるかなと思うんですけど、うん、で、こっからさっき書いたようにこういう感じで、はい、こういう感じでね、まあちょっと直線っぽい人がいてもいいと思うし、私はちょっとねじくるのが結構好きなもんですから、これを5つとも、はいはい、そしたら今度この間に丸を打っていくんですけど、はい、ここも大きさは、うーん、まああんまり巨大にするとちょっとあれかもしれないけど、まあでもちょうどこの三角形の、まあ、真ん中か、ちょっと上くらいでいいのかな、この辺かな、はい。とか、まあ、ちょっと大きめでもとか。ちょっと丸は、全部同じでもいいと思いますけど。いろんな場所でやろうかな。うん。中心に近い。そう、近いとことかね。多いところと。私はなんか、同じような場所になっちゃったけど。うん。こんな感じで。はい。そしたら、ここに、今度ここです、ここね。はい。ここに、私は、ちょっとこう、ラベルっぽい感じで、ラベルっぽい感じで、うん、こんな感じ。で、これを全部、やっていっちゃっていいですか？はい。はい。あ、はみ出ちゃった。はみ出ちゃいました。ね、今日もなんか暑そうですね。毎日暑いね。ほんと。はい。なんかもうそれで大丈夫ですか？これ、こう。OK？ うん。はい、うん。はい。そしたら、今度、ここから、ここに、つなげる、かな、はい。これも私ちょっと、結構、ふっくら？ふっくら、目にしてますけど。うん。ふっくら好き、ぷっくり好き。ふっくり好き。あ、もうすでにかわいい。そしたら、赤った3本ぐらいしか、ハープ、はい、うん、頭が描けなかったかな、ここが。半分、あれ、上に膨らます？上に膨らます？上に、うん、今、うん。こっちにいっぱいなんだよね、こうやって。だから、こうするか。すればだけど、別にそれでもいいんじゃない？こう。あ、そうね。もう一本。ふっくら、ふっくら。ふっくら急にふっくらふっくらちょっと待って、あとあなたもふっくらファンにだ本書き足すからちょっと待って、アープの頭、まあ、ふっくらしなくてもいいんですけどね、かわいいこっちのがそうで、ふっくら、じゃあふっくらしたら、うん、今度このティップルのところからこっちに、はい、ここなんかちょっと曖昧なんだよね。こんな感じで。そうそう。曲線がなんか膨らんじゃってもまあいいのかもしれないけど、うん、なんかこんな感じなのよ。まあ、どんな感じだよって。こんな感じなの。そう。ちょっと曖昧です。なんかスティックみたいになっちゃう。ん？うん。スティックみたいでも。ティップルの大きさ。そう、ティップルがでっかいとちょっとここが。そうそう、太くなっ。あれですけど。まあまあまあ。まあまあまあ。まあまあ。まあまあまあ。太くなってしまった。はい。良いと思います。うん、それで、あと、さっきの、まあ、蒸気ではないんだけど、うんうん、このね、蒸気のここの、この部分ね、このくるっとした可愛いところ、まあ、を、ここに、足します。1 2
3。何個でもいいよ。何個でもいいよ。細かくて。ここ私多分、うん、もう2個しか入んないんで。私もあんまり入らないかも。2。ここも2かな。私も狭いな。2個かな。まあいいんじゃないでしょうか。私もなんか今回全体的に狭くなっちゃった。で、さっき染めてない方も、まあ、ちょっと描けないんだけど、一緒に。真ん中から、まあ、ここからちょっと下げてもらって。これね、またちょっと長さを変えると違った感じになると思うんですよね。こんな感じで、まあ、言わずもがなって感じですけどね。うん。うん、同じ感じでやっていってもらえればと思うんですけど。ありがとう、ハープ。いいな、バックグラウンドミュージック。即興で弾いてるので何の曲かわからん。素敵、即興で楽器が弾けるとか本当素敵。今日はハープというジャングルを書いてます。ハープの時間。ハープの時間いいですね、ハープの時間。そう、今私は鍵盤の上で弾いておりまして、鍵盤の上に書いておりましてすごいね。そう、弾いてるの、弾いてるの、弾いてるんですよ。これがハープを弾いてるのかと。ハープ弾いてるんじゃなくて鍵盤です。ででーん。間違えちゃった。うん、え？あ、ちょっと間違えて、これ面白いじゃない。間違えても大丈夫。ここにね、本当はこの線を描くべきでしたね。ちょっと、なんかいっぱい描けるなと思ったら。ちょっとこのバージョンでいってみよう。ノーミステイクです。センターが。台を抱えながら。よいしょ。ものになってしまったけど、間違えてますよ私。間違えてるけど、ここのねスティックみたいのを書きそびれちゃったの、ね。あ、可愛いじゃんね。ね、どう。あ、違うものになったけど、まあこんな感じで、染めてない方もどうぞぜひ。はい。はい、じゃあここまでできたら、ちょっとハープに聞き惚れてしまいました。ここまでできたら、今度はこの中にね、ハープの何て言うんですか、縦ごと的なのを書くんですけど、はい、これまあ私ちょっとこのまま黒で書いちゃうんだけど、色変えたりしてもいいかなと思って、うん、この茶色を、これが茶色で、なんかちょっとこう、ね、単タイルの方だったら、茶色で描いてるの。こういう感じで、ちょっと上に、うん、ドラマというかね、太めにするんですよね。ってなってました。はい。
で、何本書いてもいいと思うんですけど。これ、直線？私はね、曲線で書いてます。OK。チュートリアルだけど、これはちょっとじゃあ巻きつく感じで。の方が、なんか後で多分ね、立体感が。そうですね。この、みんな巻きついてるから。うん。巻きつき系で。Beautiful, thank you. ちょっとこれは結構書き込み系になっちゃう。うん。ね。よし。うん。で、これをこことも。やるんですけども、はいはい、ここの塗りつぶしの部分はどのぐらいなんだはよくわかりませんあまあお好きな感じだよね。書いてるね。うん、深めに、あの、私はそうね、真ん中あたりまでちょっと黒く三角でやってますけど、ね、あ、そうそう、あれがなかった、ムーカ忘れてました、うん、ご説明を。皆さん、まあ、ご存知の通り。アーカイブ残して、後で書きます。キルちゃん、OK です。はい、はい、今日の、ここに残ります。残ります。しくじらないようにしないとね。はい、そしたら、ここの、どこって言って、この、これの、この根元のこのティップルのとこから、うん。一個、ムーカをこういう感じで、はい。書こうと思うんですけど。うん、うん。ムーカってさ、書きにくくない？か、あ、なんだろう、下から生やしたときに、計画性が、うん、あの、なんか違ったところにたどり着くのが。そう、ね、いや、なんか逆っていう書き方もね、ちょっとしてみたり。そうね。うん、今日はまあ、私は、ちょっと、こう、あの、こう書くのの、書きにくいんで。うん。うん、同じなんだけど、ここからちょっと下にこう。からね。ちょっと待ってよ、ちょっと待って。こう行こう。あ、そういうことか、そういうことか。なるほど。まあ、あの、書ける方はいいんですけど、私ちょっとあんまり、うん、自分の手の方向がやりにくいんで。上の方まで行ってるよね、これ。そう、この際までね、うん、行ってます。で、中には、今日はティップルを入れようと思うんですけど、ここで OK？ うん、OK。OK。OK よ、うん。そうか、下から書けばいいのか。先に私、あの、ムーカの頭を到着させてから、なんか。あ、なるほどね。まあでも、いろんな書き方は、あると思うけど、ね、私ね、うん、あの、右にこう行くのがね、やりにくくて、こう。だから、こっち側はいいんですけど。ということで、今日のデザインだと、あの、そう、うん。書きにくい側が。で、これ5箇所書いちゃいます、ね。はい。レモンさんが書きやすいって言ってくださってる。書きやすい？このムーカのことですか？多分下から書くのが書きやすい。ああ。私と同じに感動してる方が。そうですね。よかった。よかったです。やっぱりなんか。あ、できたね。うん、できた。はい。そしたら、今度は、ここに、ディーバダンスを書いていきたいと思うんですけど、まず、ここを塗りつぶすというか、ちょっとドラマを、こういう隙間、うんうん、ドラマをね、うちっぽね、ちょっと、うん、そうそう、全部黒でやっちゃいますけどね、うん、ここのディーバダンスは本当に自由気ままにやってもらいたいんですよ、ね、うん。自由気ままに。一応なんか、なんだろう、この染まってるとこまでみたいな感じで行ってみようかなと思うんだけど、ちょっと書いちゃうね。うん。ここは隙間空いちゃったら、まあ空いちゃうと思うんですよ。うん。ちょっとティップルを足したり、うん、あとはなんだ、あの、プランタン足したりとかしてもいいと思うんですけど。ああ。うん。何でもいいんだよね。ちょっとここのなんかね、まあ、こういう感じで、本当に説明下手だけど、こうい
感じで。山みたいにね。山キティバダンス。山、山みたいなんじゃない山。あ、本当、山。本当だ。山みたいになってるんですけど。うん、で、これに、オーラを、まあ、ディーバダンスなんで。ライカ富士山。イエス、ライカ富士山。山みたいに、ちょっと、これ出そうかな。こうか。このディーバダンスの書き方って前あの、うん、恵美子先生、うん、うん、確か、うん、YouTube で見たような気がするんですけど、うん、ちょっとね、かわいいんで、真似してます。で、こう、なんていうか、自分の好きなところに、うん、黒を入れて、今から内側にちょっと、うん、巻いていきます、ね、巻いてる外側こうなんていうの、うん、くるっとこういう感じで鎌倉みたいになってます。そうなんかあのそうここのスペースが私ここは狭いんですけどここはちょっと広めとか、うん、ここねあのこの丸の位置でやっぱりみんな違うと思うんだけどここは自由にディーバダンスを描く、うん、うん。で、ディーバダンスの中に、私はちょっとティップルを出してみます。なんかいろいろ、ここは、このスペースはなんか自由に、ね、うん。やってもいいと思うんですけどね。こんな感じですね。で、これを5箇所、あ、ちょっと今書いちゃったけど、5箇所。うん。どうね、これ、ハープね。ハープを書いて。今日、ハープっていうタングルを書いてるんです。と、う、も、ん、ちゃん、ありがとう。うん、ハープの解説、ありがとう。途中から入ってきたよ、人よ。で、こっちは、あの、間違えたやつですね、ハープを。まあ、間違いはない。間違いはない。そうそうそう。そうそう、そう。やってるうちに何かになるから。うん。こっちはタンタイルに染めてないんだけど、普通にハープを書いてます。これやってる場合じゃないかもしれないけど、ちょっと。うん、広いと。ティップルかちょっと。うん。広いところをどうしようかな。うん、ま、広いところね。山。だんだんこのディーバダンスの形を変化させていくところが面白いね。そう、あの自由に丸くなくてもいいと思うんだけど。なんか最初はそのままオーラみたいにしてって、だんだん形を変化させていくのが。面白い。そうだね、うん。なんかちょっと躍動感というか、なんかゆらゆらしてる感じね。うん、ね。そう。まあこっちも、こっちは。そうね、茶色でディーパターンスを描いてみましょう。本当だから描き方によって多分みんないろんな作ってる感じだね、うん、はいはい、全く同じものは出来上がらないと思うので、あの気軽にぜひ楽しんで、うん、あ、危ない、私ったらまた忘れるとこだった忘れすぎだよ、いろいろなんか、まあなくてもいいんですけどね、別に。中のティップルもいろんな大きさで描くと。うん。うん。ともちゃんが進んでる間に、あれている。
ちょっと頑張ろう。ゆうこさん書くの早い。でまだ3つ目で。そうでもないんだよね。でけた。でけた。えっと。あや、私が寄り道してたからいけない。あと1箇所なんだけど、じゃあ飛ばしてシーディングいきます。はい、まずじゃあちょっとあのこのハープ、もうちょっとハープ、うん、隠れてますけど、いろんなタングルの中に入っちゃってるけど、うん、ハープはここにちょっと影を入れてみますかね。ここ縦ごとの、そう縦ごとのこのね、ここに入れます。はい、モーニングアール。はい、ジンジェニスさん、うん、グッドモーニング。で、鉛筆入れたらね、鉛筆で軽く、うん、キッズたちも染めてくれてんの？あの、うん、一応昨日その17であの染めるのをやった。あとはあれだ、鉛筆でもいいよっていうのは言っていたので、うん、で染めなくてもできるっていうのも、うん、はいはい、今ね染めないバージョンも書いてちょっとつつまで、うん、でここにこの根元に入れたらこっちの内側もね、ちょっとお子さん見てるので真面目にやらないみたいな、真面目にね。変なこと言うとさ。こうするとね、ここがうっくり盛り上がったように見えますね。はい、はい先生。でそこにね、そう、そうできましたか。そしたらそこにこの白チャコールを、私はだけどちょっと少し、うん、真ん中らへんが、そう膨らんでそうなところに入れて、でまあこれも軽く、あ可愛い。ね、そうするとここ周りと全然違って。うん、立体感ができますよね、うんうん、はい、私はこのハープのところはこのシェーディングをしていこうと思います、ね、うん、あそうする、本当、うん、ね、立体感が私は大好きです。自分で言うのもですけど、ね、すごい綺麗。で、まああと、はい、この、まあ、あのどこに何入れるって言われたら、うん、この蒸気みたいなところ、うん、ここはちょっと私は白くしようかな。ちょ、あんまり入れるとカラーが消えても全部真っ白になっちゃうんで、ちょっと。そう、蒸気の多めにだ。そう。ボトムに入れちゃったので、今。あとでちょっと、色鉛筆とかで塗っちゃおうかな、ボトム。全然あの自由で、自由でいいんですよね。自由。うん、光源もない、全体部ですから。あ、かわいい、かわいい。ずっと言ってる、かわいい。探すのが結構どことか、こっちがハープでこっちが蒸気。そう、これあのもう、ね、完全にハープは他のタングルに埋まって、うん、どこにあるのかって感じになっちゃったけど、うん、この、まあ、根元もちょっと細かいことなんですけど、ね、あ、はい。細かいことなんだけど、あんまり細かいからなくてもいいかもしれませんけど、一応ね、シェーディングを入れてみますね。ここ一個白入ってないじゃん。こんな感じですね。ハープの根元かな、これは。ハープではない、蒸気の根元。ハープの根元はもう入れました。あ、入れたから入れていいのか、ずっと。入れていいよ。うん。ただ、そうね、いいんです。入れていただいて。もうさ、わかんなくなってきた、どっちがどっちだか。そうね、重なってるからね。うん、そうそうそう。いいと思います。
なんとかなる。うん。あとは？あ、終わった？また。終わりましたら、あとは、この、これね。うん。ここですね。あ、ここ、ここ。うんうん。ここも、まあ同じ、この根元に。うん。ハープの頭。頭、そう。でも、ハープってこんなのついてるっけ？うん、ついてる。上に。ついてるんだ。うんって。ここ、あ、ちょっと、ごめんなさい。ちょっと。まあ、こういう、割と軽くシェーディング、うん、あんまりね、やっぱり真っ黒黒になっちゃうとあれだから軽くはいいと思いますけどね。軽くね。で、これも、この光が当たってるところあたりに。うん。ホワイトも。ホワイトさんも入れて。お腹。うん。うん。こんな感じ。よし。だんだん立体感が出てきたでしょうかね。うん、出てきた。OK。そしたら次どこだろうな。そうね。ここ、ここの、あの、ハープの、なんて言ったらいいの？この軸のとこ？ここどうします？うん、私さ。ピックみたいなとこね。そうそう。あの、ここを、なんか、多分、ここにはちょっと、なんか、シェーディングを、した方がいいな。うんうん、この、ティップルのところに。うん。まあ、影をつけるんですね。それで私はちょっと、うん、ここは白くしてみようと思うんですよ。あ、逆に。うん。うん。うんうん。ちょっと結構細い方もいるからできるかわかんないけど、うん、多分ね、ここ私も細いけど、うん、ここだけちょっとなんていうか浮き上がった感じの柄っぽくなるかな、うん、どこがその線かよくわからなかったけどこっちはこっちだな。もっと巻きつければよかったな。本当になんかまっすぐ下ろしてきちゃったから。割と。まあ、その線がでも出ていいんじゃないですかね。スティックみたいに。なんか、ちょっと、いびつな形だったけど、この子が日の目を見た感じがする。私、ダサいな、みたいな感じだった子が。なんか私光もらったっていう感じ。そう、かわいい。あとムーカがいるね。ムーカ、ムーカ、ムーカの頭。ムーカさん、ムーカさんは、ムーカさんはホワイトで私先にここに入れてしまうんですよ。先に白、先に白、先に白をね、あの先に黒でもいいんだけども、うんうん、先にちょっと白を入れて頭だね。うん。ああ、グラシアス。色を入れてから黒を。それにかぶせるように黒を入れたりしてます。確かに黒を入れてから白だとなんか白が乗らないよね。
そうなの、でもどっちが先がいいか分かんないな。アルゼンチンの方、まあ世界中ね、今オリンピックも世界中の人が行きますけど、ねえ、世界って。こんな感じで、あとどうするかですけど。うんかちゃんを今やっております。うんかちゃんが、よいしょ。うん。うんかできた。うんかできた。うん。あとは、そうね。あと、このティップル、たくさんのティップルたちと、うん、うん。このディーバダンスのとこなんですけど、うん。まあ、ディーバダンスは、こう、なんていうの、ちょっとこう、へこんでる、ここら辺は影かもっていうようなところに影を、うん、まあ、入れてみてもいいし、なくてもいいんじゃないかなって気はしてますけど、それと私ちょっと今日外側に向かってここら辺を白く、うん、ちょっとまあホワイト入れたりしてるけど、あんまり OK。 いや、リバダンスはそんぐらいですかね。へこんでいるところ、洞窟の入り口の頭、うん、そう、どこが、まあ影こう重なってると影してもいいと思うんだけど、よくディーバダンスって影の付けどころが微妙によくわからないですね。あ、でもへこんでるところってなんかいいかも。そうか、うん、そうか、なるほどと思って、うん、そう、なんかそうなんだよね、へこんでるところ、なんだろう、あれで、うん、無理、ムーンライトとかで、まあ、塗ったりしてもいいかなと思うんだけど。ね。ムーンライト。え、ジェリー。ムーンライト。あ、ごめん。そう、ジェリーロール、ムーンライトとかで塗ってもいいと思うし、あとは。かわいい。ん？かわいい。提案。ともちゃん。色はですね。ともちゃんが喜ぶやつ。ともちゃんが喜ぶやつ、そうそう、天体でもいいしちょっとまあジェム的に私塗、うん、他は塗ってみようかと思うんだけど、うん、これをもしねジェムとかにしようと思うなら色がついてますから、うんうん、この水滴方式で、うん、上と上にねちょっとこう影を影つけて、うん、でホワイトジェリー、上が横、間違えた、ホワイトチョコ、そうだった、上は横だったって今思った。あ、そうなの、ごめんね、私ちょっと方向が方向がおかしなことになった。ここね、あれ今白入れた、うん、ホワイトチャコを入れました。うん、それで、この、ジェリーロールさん。このジェリーロールさんは本当に優秀だよね。ねえ。ピカーン。はい。あ、もう入れた。うん。うん。まあ、自分にするならこんな感じでもいいし、うん、また新たに色を、まあ、乗せても、うん、いいですよね。うん。ジェリーロール。ここ、どうする？ここちょっと、ジェリーロール、ここ、ちょっと大きめになっちゃったから、さ。うん。色鉛筆、これは水彩の赤紫。うん。とかで。うん。あの黒じゃなくて、ちょっとさらにこう色を、うん、したりしてもいいと思うんですよ。うん。
同系で濃くでもいいか。まあ全然別の色っていうのも結構いいかもね。あ、すごいやつが、なんか噂をすればともちゃん来た。噂をすれば誰？わあ、すごいやつ書いて。ほらほらほら、もうナイキやらいよ。ともちゃん今日はね、これハープを書いて。ハープっての書いてますよ。うん、こんな感じで、こんな感じのジェムに。ああ、かわゆい。まあ、ね、どっちでもいいと思いますし。なんかもう一回オーラしてるよね。オーラして。うん。それとか、あとはね、ジェリーロールでさ、こういうとこ、まあ、塗ってもいいと思うんですよ。ちょんちょん。ちょんちょん。この真ん中のちょんちょんは、うん。今タイルが回してるからどこが上かわかんないけど、あ、ちょんちょんは、うん、なんだろう、やっぱりさ、自分光源が特にあんまり指定がないんですけど、どういう風にするよって言ったら、やっぱ自分でこうタイル回してみてどこをまず決めとくというかね、うん、ね、今こうあのいいとか、ね、雫方式でこの黒が上になる、うん、左側の優子さんの感じだと、うん、この辺か、今下に白入れちゃって、うん、うん、まあ上の方ですかね、そうすると上の方、ここか、上の方、同じ、これやり始めると今度ジムどうやるかみたいになっちゃうか、ちょっとあれなんだけど、うん、こうね、こう、うん、それかみんな外側に向かってこうやってもいいし、ちょっと全端、光源のない全端グルー、まあないとは言えないけど、うん、なんでそこはお好きなようにですかね。荒くなっちゃったね。休憩中、ともちゃんお疲れ様。休憩中に。休憩中か。ありがとうございます。本当。うん。うん。とか、私この白で塗っちゃうだけっていうのも結構好きなんだけど。あ、くるくる。割と私大きめに描いちゃったんだよね。大きかった。たらでもいいんじゃないですかね、塗ってもいいし、ね、あとはジムみたいにした、うん、うん、いろいろ、ここはいろいろで、いろいろで、いろいろで、でもそこがいろいろできればもう完成ですね、うん、で、まああとはこのジェリーロールで好きなところに、うん、いや、これどんだけでもアレンジできるからいいと思います。そう、あとは装飾はお好きなように、ちょっと私今点々とか入れてみてますけど、点々かわいいね、点々ね、なんかちょっとさ、人手みたいじゃないこれ、うん、って思ってた、そのが本当だ、人手みたい、うん、そうとか、あとこのまあ中ですよね、うん、の中は、うん、やってもやんなくてもいいんだけど、ちょっと、まあ、影を入れてもいいかな。うん、洞窟感が。ね、洞窟感が。洞窟じゃないけど。そう、洞窟じゃないけど。洞窟感が。はい、出た。ゴールドでやったら。おお、そうね。うん。Okay. あとはちょっとアレンジの域ですけどね、みんな、うん、みんなのアレンジが、みんなのアレンジをそれぞれにって感じで、すごいぷくぷく感が、水まんじゅうがいっぱい水まんじゅうがいっぱい、涼しげ、食べたいなねえ、涼しげ、お餅が乗るよねそんなこと、白黒も、あ、好きですけど、もちろん、そうそうそう、白黒もやらなきゃとか思うんだけど、白黒も好きですけどね、やっぱカラーは女子の心をね、うん、裏切らないんですよ、ね、ちょっとうるさいぐらいに入れちゃったけど
クプク、うん、もうここは自由だもん、本当に ね。あとなんだっけ、このムーカの中の人たちもいるから、うん、ここをどうするかだけど、人たちもね、あのニコニコシェーディングしちゃった。あ、ニコニコシェーディングしたね。ニコニコシェーディングして水まんじゅうが増殖ちょっとうるさいかな、たくさんやったらいいと思う、綺麗になるんじゃない、うん、早く帰って書くって、ともちゃんが仕事頑張ってください。ともちゃん、鼻息がね、ここまで届いてるよ本当ね、ともみちゃんもよく本当に書いてますよね。たくさん書いてるよね。熱心だよねと思って。もしかして終わっちゃった感じですか？終わったかな。終わっちゃったのね。うん、はい、じゃあ直付加サインします、はい、でもう今日終わりですね。あとは完成させて、うんうん、ちょっと私まだ半端だけど、ジムとかができきってないんで、うん、ゆうこさんの修作みたい、うん、あ、修作ですか。あ、うん、修作、ちょっと待ってくださいねチェリーロール、あ、ちょっとここだけちょっと完成させたかったから、しまった。出ない。チェリーロールってなんかこうね、うん、気温が高いとドバッと出るしね。そうそうそう。はい、じゃあ、あとこちらは、今日はまあこんなんで、ちょっとまだでききってないんですけど、うん、サイン入れました？入れました。入れました。じゃあ、私は、ここでいいかな。ヘニョヘニョになっちゃったサイン、うん、はい、じゃあ今日はこんな感じ。また完成させてアップするんですけど、修作、うん、じゃあブルーの、私もブルーで描いたやつがあります、うん、ブルー、いいね、ブルーの、これね、ちょっとブルー濃いめだったかもしれないですね、うんうん、じゃあこれはブルー一色、一番最初に描いたやつ、うん、はい、それと、まあ、カラーをしていなかった方、まあ、こんな感じでもう描いてみてみました。うん。うん。うん、綺麗。これカラーリングしてないんだけど、うん、してないんだけど、グレータイルかな、うん、これグレータイルです、グレータイル。グレータイルにブルーと。グレータ、そう、グレータイルにブルーの、ディーバダンス描いて、うん。ちょっとね、ここ茶色のチャコールを、足してみました、うんうん、はい、茶色の、はい、茶色すごい綺麗、ね、とりあえず茶色ね、はい、ともちゃんもこれ素敵なグリーン、グリーンですね、グリーン綺麗、ね、にこれそのままもともと前染めたやつだったので、ここにだったから、ここは色鉛筆で、ほうほうほう、色鉛筆、色鉛筆、あ、足したんですね、うん、足したの、うん、いいね。あと外が石畳バージョンそれね、よかったね、やっぱり、うん、はい、石畳、色鉛筆、色鉛筆綺麗ね、それ綺麗でした、うんね、色鉛筆にもペンは乗ったの、うん、週を、うん、乗った、乗りました、全然乗りました、書きかけ、オレンジ、あ、綺麗綺麗、オレンジ ね、うん、オレンジとかだとすごい綺麗な、すごい、ともちゃんは書いてくださいって言ったんですね、本当に、私足手まといになるというか思って、いえいえ練習練習とか練習すればまあね、うん、でも、はい、ハープが、ハープ、ね、今日はハープが、うん、こんな感じにハープでございます、うん、ゴールド入れたのさ、ゴールド入れた、うん、あ、この色鉛筆、鉛筆のはここ、ゴールド、
うんうん、のやつ、ま、トモさんの抹茶色のやつ好き。抹茶色。そうね、抹茶色と。抹茶色。はい、ね、グリーンも爽やかでいいわ。ね。うん、うん。はい。あとはこっちのオレンジも完成させていこうかな。はい、はいはい、うん。はい、私もちょっと完成させてからアップしますね。うん、ね、はい。色鉛筆でもこうなるんだったらね、はい、いいよね、うん、その色合いも素敵、うん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日は皆様ハープハープというジャングルを書いてみました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。演奏、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ皆さんもぜひ書いてみてくださいね。もしよかったら。はい。じゃあ今日はよろしいでしょうか。はい。よろしい。はい、じゃあどうもありがとうございました。皆さん見ていただいて。ありがとうございます。Thank you for watching. Thank you. じゃあまたね、ともちゃん。はい。ありがとうございました。バイバーイ。